本日も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです。本日のテーマは近未来についてお伝えしたいなと思います。といっても、この未来っていうのは人それぞれ、自分の世界を生きてるんですよね。自分のこう思い込みとか観念って言われてるものを自分の世界を通して体験してるっていう感じになります。世界だから、よく説明してるように人生楽しいなって思ってたら人生楽しいなっていう世界を体験するし、人生って恐ろしいなって思ってたら人生恐ろしいなっていう世界を体験する。で、まあこんな感じでその人それぞれの思い込みとかこうなるだろうとかこういうふうなことを体験するだろうって思ってることをそのまま反映させるので、私たちは同じような世界を生きてるようで全然生きてないんですよね。だから自分の世界にいろんな人が登場したとしても最終的にはこの人たちやこの人たちの思い込みでこの世界を体験してるので、なので、それぞれの体験する世界は変わってくるっていう感じになります。まあ、って言ってももうこれ自身がもう全て私ではあるんですけどね。もうだからいろんな方向とかいろんなその、角度とか意識が、地球的な意識、これ難しいですよね。地球的な意識で話す時と、もう完璧宇宙的な意識で話す時は、表現が変わってくるんですよ。なので混乱される方もいるかもしれないんですけど、例えば今そのパラレルワールドそれぞれの体験をしていく、それぞれの未来を体験していくっていうのは大体ここら辺ぐらい地球寄りなんだけどちょっと宇宙のことを話してるっていう感覚だと思うんですけど、さっきこの登場人物、ここ全て私っていう感覚っていうのはこの宇宙的な感覚なんですよね。なので動画でいろんな方配信されてる方もいろんな場所での経験を話してるので、だからその相違が出てきたりする時もあると思うんですよ。そのこの人は A さんはこういうふうに言ってるけど B さんはこういうふうに言ってる、これどっちが正しいのって思ったりすることもあると思うんですけど、それってどっちでもいいんですよね。自分がどうしたいかだけ、どの視点で見たいかで、それもずっと見るっていうよりも今っていう瞬間どこの視点で見たいか、今は自分はどこの視点の感覚なのかで、こっちが良くてこっちが悪いっていうわけでも全然ないんですよ。なので、私もよくここ調整っていうか、まあ、自動的ではあるんですけど、あ今ここら辺の感覚だな、あ今ここら辺の感覚だなっていうのを、まあ、楽しんでたりします。結構私が意図したこういうふうにしたい、これを体験したいって思ってる時に、例えば現実世界をどんどん変えたいっていう時はこっちの視点、こっちのエネルギーがすごく結構必要になったり、あもっとちょっと未来のこととか本質を知りたいっていう時はこっちの視点になったりするので、でここ意図っていうそのこれ体験したいあれ体験したいっていうその願望っていうのは地球でしか味わえない本当に大切なものになってくるので、物質世界体を持ったからこそできることでもあったりするので、なので本当にここで生きたい人はここで生きていいし、ここで生きたい人はここで生きてもいいし、いろいろ動いてもいいし、なので自分でカスタマイズするっていうことは、まあ、いつも話してるんですけど大切なことなんですけど、で昨日ですね、ちょうど綿毛さん、よく話に出てくる綿毛さんがうちに遊びに来てくれて、でいろいろ話してたんですよ。で私もこうお互いこういろいろ話して、でそれで情報をなるほどなるほどっていう気づきがあったりしたんですけど、私の方にあれみたいな、タロットカード、以前見せたことのあるタロットカード、これを引いた方がいいって来たんですよ。なのであこれかみたいな、
で、これをこう、これを引いてたんですよ、こうって。綿毛さんに自分の分引いてって言って、で、それが終わって、ああ、なるほど、なるほどとかって言って、そういう話をしてた時に、私がこうやってずっと切ってたんですよ。切ってとか、あとこうやって見ながら、こうやってやってた時に、なんとメッセージが降りてきたんですよ。ちょっとこれはもうそのままお伝えしますね。こうやって見てた時に、これエネルギーだったので、ちょっと翻訳が少し難しくて、これからここにない神様が出てくるって言ってた。それは私たちが知覚してないとか知らない神って呼ばれてる存在で、神様っていうのは私の感覚としてはご先祖様に近いんですよ。地球で生きてる、魂、光だから、いろんなことを知ってる、で個性豊かな魂みたいな感じなんですけど、で今まではどっちかっていうと、光が優位な、だから地球がなんか圧倒的にちょっとなんか周波数がちょっと低くて、ちょっとドヨーンドヨーン っていう感じだったので、圧倒的な光の存在だから、そういう神って呼ばれてる、なんか私は自然霊とかご先祖様みたいな感覚で捉えてるんですけど、そういった存在たちが、光の存在たちが力を発揮してたんですよ。それでいて周波数を一気にガンって上げれるように、でそういった闇的な感覚のその地球が、光、ここのもみんなもここで、辛い体験をたくさんしてきてたと思うんですけど、そこからいろいろこの光の存在が、光のいろんな存在ですね、その神だけじゃなくていろんな存在がいるんですけど、そこの、存在たちが力を発揮してたんですよ。で私たちはその力だから、自然とその神社に足を運ぶっていうのも、この辛い体験とかきついこととか、現実的なこと、三次元的な強い感覚から宇宙的に生きることとか、光を見出すこととかをたくさん教えてくれているんですよ。でエネルギーも、皆さん私も含めなんですけど、神社に行ってはすっきりしたとかすると思うんですけど、この神社に行くことって、そこのエネルギーと同調してるんですよ。だから実はいろんな英知とかいろんなエネルギーを通してたくさんのことを学んでるんですよ。で学んでるのは、私たちは意識的にはなんかすっきりしたっていう、この顕在意識の中ではすっきりしたってなるんですけど、潜在意識の中ではめちゃくちゃ変わってるんですよ。エネルギー同調しちゃってるので。で、私も体感するんですけど、ベッドに休んでてもそういったエネルギー体来る時あるんですよ。だから私のところに一回月読さん来てくれたんですよ。で何か言ってたような気がするんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、でもエネルギーがすごく美しいというか、静かで本当に、うわー、これ月読さんかーみたいなのがあったんですけど、だからそれっていうのは出張しに来てくれた 意識というか、こういった存在っていうのは、意識をとか、その周波数を変えて、なんかいろいろ多分できると思うんですけど、出張してくれて、でも力をすごくもらったり、エネルギーと同調していろんなことを教えてもらったりするんですけど、でも本家本元のその場所に行くっていうことは、圧倒的なその存在が一番発揮できる場所にいながら、力エネルギーをもらえるので、だいぶこうリフレッシュするんですよね。だから私たちはその場所に行きたくなったりするし、呼ばれたりする。で
そこの呼ばれるまでにこういう感じで遠隔でっていうか出張してもらいながら、おいでおいでって呼ばれて、でいろんな情報がこうやって入ってきてその場所に行くっていう感じが多いんですよね。で、つくよみさんとかがの情報って世の中に出てきてないんですよね。で、これからこっち側サイドの本当に、こう闇とか地とか闇とか言われてるその存在たちが明らかになっていくよっていうのが来てるんですよ。で、それって私たちは闇イコール怖いって思ってる方がほとんどじゃないかなと。私はもともと闇イコール怖いっていう恐怖とかで、それは今まで地球の周波数の低い地球、周波数の、低い地球での闇は恐怖なんですよ。もちろん、なんでそんなひどいことをするんだろう、なんで最悪って怖い恐怖みたいな非道とか、その闇っていうものをその、間違ったっていうか、その周波数での捉え方がやっぱりあるんですよ。で、これからは どんな感じかっていうと、私たちはこのちょっと前のその光のその長年にわたってたとは思うんですけど、光側がぐわーってこうこっちだよこっちだよって旗振って導いてくれてて、で周波数は上がってるんですよ本当に。だからこのすごく高い周波数の中での本当の闇っていう、あの闇は私たちのこの陰陽のこのマークのように、あの対というか2つで1つなので、光と闇で1つってなった時に、どんどん周波数が上がった地球っていうのは闇というその存在そのものをしっかり把握する、ただのエネルギーというか、これはでもこれから私たちは知っていくこと、まだまだ世の中で明らかにされてないことがたくさんあるので、だからつくよみさんみたいにその情報が残ってないっていうのは、そこからの情報が下ろせなかったりとか、逆に隠されてたりとか、そのでいろいろあると思うんですけど、そこはまだ私もちょっとわからないんですよ。でもこれからこっち側の情報を下ろしていくって言われて、私一瞬固まって、わ、やだなってみたいな、それできるかなとかって思ってたりしてたんですけど、で綿毛さんもちょうどこう2人でこう話してた時、うわー私なんか変、いやーとか言いながら、いやーなんか降りてきたんだよねーみたいな、こんちょっとわーとかって言ってたら、綿毛さんが確かにって、この大野百合子さんっていう方がこの、日本の神様カードっていうのを作る時に、そのいろんな神社を回って、で OK が出たところだけ記載されてあるんですよ、あっていうのを綿毛さんが言っててでだからこれからその許可が出なかったところの神様たちが許可が出ていくんじゃないかっていう話をしてて、で綿毛さんが言ってて、あなるほどって思ったのが、今までは今までの地球はこっちの圧倒的な光側の存在がグーってこう本当にこっちだよって言って、この本当に周波数が低いというか重くて、この負のループから抜けられないようなところから、光はこっちだよこっちだよって言って導いて、光っていうことを学んできた、そんなところだと思うんですけど、でこれからっていうのはそういったここの光、光側にこう行った時に、次はこれからの時代っていうのはその光の存在だけじゃなく、よしよしこれからの時代そろそろ動きましょうかっていう地のエネルギーとか闇のエネルギーが扱える、この神って呼ばれてる存在とか、そういった宇宙人もそうなんですけど、いろんな存在たちがこれからの時代力を発揮していく存在っていうのが出てくるんだろうって言ってて、確かにそうだよねって言って、2人でこう話しながら面白い話をしてたんですよ。なのでこれからその本当に
周波数の低い地球での、闇の捉え方ではなく、これからは本当に新しい感覚で、闇を捉えるっていうことがすごくキーワードだと思います。で、闇の力は本当すごいんですよ。闇って私はもうめちゃくちゃポジティブに捉えてるし、これちょっと言ったらドン引きされると思うんですけど、私はイタコ体質なのでいろんなものがつくんですよ。で、いろんなものがつくっていうか、飽きたなっていうのがすぐ分かるんですけど、だときに一瞬ちょっと地球寄りになった時に弱ってたのかなんか分かんないんですけど、変なのが何体か来た時に、だからその時はこの光の方で対応してたんですよ。わーもう来たーみたいな感じで、で1日目はなんとなくわー来たーみたいな、なんかこう光を思い出してたんですけど、2日目になったらなんかちょっとまた切れちゃって、もう急にスイッチが、この闇側のスイッチが入って、でめっちゃ面白いんですよ。この闇側のスイッチが入ったらどうなるかっていうと、あなたたち、私のところに来たのねみたいな、もう逃がさないからって言って、急に来た人たちをちょっとなんか自分の下僕のように、はいはい、あなただちゃんとここそう正座してみたいな感じになってて、ねえ、なんかすねえ、ちょっとドン引きされるかもしれないんですけど、本当にもうザ女帝みたいな感じで、であまりの恐怖にこの離れてった人たちもいるんですよ。そういうなんか浮遊霊なのか何なのかわかんないんですけど、離れてった時にこう私が逃がさないからみたいな感じで、なんかでもちょっと数体は多分逃げてってましたね。ここら辺はもう逃がさないからって言って逃がさずに、でめっちゃ強気で寝たら結構心地よく出れました。だからこれって、本来の自分の強さを思い出すっていう感じでもあるんですよ。これも使いこなせるようになったらすごくエネルギッシュになるんですよね、本当に。で、なのでこれからはっていうと、ちょっと私はこの今までにない情報、この今下ろされてる情報じゃないところをもしかしたら下ろしていくのかなと思いながら、でも私結構嫌なので、めんどくさいの嫌なので、ここ並べて言ったんですよ。ちょっと闇側のちょっと闇強めなやつをなんか綿毛さんが出してくれて、エネルギーを読み取った時になんかみたいな、ちょっと待ってくださいね、ちょっといろいろ見ていきますね。どれだったっけな、塩が中立、ここですね。これはちょっと中立ではあるんですけど、ここら辺がちょっと近い、そっち側に、闇側に近い感じのエネルギーって言ってて、で、綿毛さんは神様系がめちゃくちゃ強いんですよ。もともと神様カードを最初に買って、で神っていう存在から次竜が親しくなって、今宇宙っていう感じになってるんですけど、私は逆で宇宙が得意で竜が得意で次神様っていう感じになってるんですけど、だからここら辺が結構スンとしたちょっとエネルギーがあって、ちょっと厳しい、ここ厳しめっぽい感じのエネルギーでもあるんですけど、これ並べて言ったんですよ。そういえば、いや本当に導く、本当に私はそれをやるべきだったら私を導いてくださいって、でもそうじゃなければ私はやりませんみたいな分かりやすく導いたらやりますけど、そうじゃなければやりませんって言いながらちょっと宣言したんですよね。だって私の人生は私のものじゃないですか。皆さんの人生は皆さんのものなんですよ。だからその使命とかなんかこう人のためとかっていうのもあるんですけど、でも全然自分のために生きていいと思うんですよ。で自分を極めていった時に最終的には、
自分が満たされたりとかしたら次自分だけじゃ面白くないくなってくる時があるんですよ。で、あ、誰かが喜ぶとか誰かがこう変わっていくその様子を見た時に、あー、なんか幸せだなって思う。だからその大きい役目をすることが全てでもないし、その本当に自分の人生はどういうふうに生きてもいい。だから私たちもこういうやっぱりエネルギーがこもってるので、こう、もう本当にもうやるべきだったらやるけどやらない、やるべきじゃなかったらやりませんって言ってるんですけど、もう今情報がいろいろ集まってくるんですよね。どちらかっていうと社会的な問題であったりとか、もう本当にいろいろですね。例えばもう虐待のことであったり、不登校のことであったり、あとはまあ性犯罪のことであったり、いろいろ心をこうグッてさせる、グッてなっちゃう。特にやっぱり弱者って呼ばれてる人たちのことがすごくやっぱり私は気になっちゃう。で、弱者って呼ばれてるんですけど弱者じゃないんですよ、もともと。でも最初にすごいハードルの高いことを魂が望んできてて、で幼少期に辛い経験をする方ってやっぱり多いんですけど、そういった方たちはどういう感じでその地球に来てるのかっていうと、すごく強い志を持ってきてる方が多いんですよね。例えばその本当に自分が経験したくないようなことを経験するっていうのは、ある方のチャネリングをした時にその存在が言ってたんですけど、主語の存在が言ってたんですけど、その宇宙とかからその地球を見てた時に、なんで地球ではこんな、だから周波数のこの低い方の地球ですね、では本当に例えば虐待とか性犯罪とかいじめとかいろんな辛いことがたくさんあって、でその中でこういう問題を見た時に、それは全てじゃないですよ、その存在はある一つのことに心をもう痛めて、うわーって苦しいなーって、なんでこんなきつい思いをしないといけないんだろうって外側から見た時に、あ、そっかって、私はこの地球でこの問題をクリアしたいんだって、でその問題をクリアするためにはどうしたらいいかっていうと、私はそれを経験するしかないんだって、だから喜んでした人っていうの少ないと思うんですよ。あ、私これやりますっていう感覚っていうよりも、この地球でのこの問題を私がクリアするためには、その私がじゃないですよ、自分だけじゃなくて、こう中にはこの苦しかった経験を通して、まあ他の人たちも苦しんでる人がたくさんいるわけじゃないですか、そういった人たちを救うために私はこういった苦しい経験を、全てじゃないと思うんですけど、そういった苦しい経験を通して私は闇をクリアしていく、で誰かのその病んでる心に光を灯す、でそのために私はこれを経験するって言って来てる方も多いんですよね。だからそういった方たちは本当に苦しい経験を、もう幼少期ですよ、もう。だからこの何もできない、そのやっぱり幼少期って誰かに頼らないと生きていけないじゃないですか。そんな中で誰かに頼らないといけないぐらい地球でのその生き方が難しい状態で苦しい経験をするっていう人たちは、この地球を良くしたいっていう強い思いがある方が多かったりしますね、本当に。とか、それはちょっと私の近くにいる方ですね。近くにいる方っていうか接する方は、そのやっぱりそういった傷ついてる人たちを幸せとか、心から幸せとか、そういった思いを経験してほしいとか、あ、ちょっと今、うわー、ちょっとメッセージが、ひとまずちょっと話がそれてきてるし、ちょっとエネルギーが変わったので、まあそんな感じで、
まあこれから、まあそういった経験をされてる方っていうのは、その苦しい経験を通していろんな人たちの本当に、なんかこう灯台のような光を照らす、そんな存在になっていくと思います。はいですね。ということで、うわあっという間にこんな時間になりました。でこれからっていうのは本当に、あ、これでも一部なんですよ。これ一部で、これはここ数年とかの話なんですけど、実は2030年のことも来たんですよ。ちょっとこれはがっつり宇宙的な感じですね。で今っていうのは、この光の部分は本当にアップデートできてるんですけど、この闇の部分を消化していく、していくタイミングで、ここを消化することによって一気にまた周波数が上がっていくんですよ。ここが。だからその、これって闇が、私がちょっと表現がちょっと悪かったなって思うのが、闇を光に変えるっていうのは、この闇を光に変えるっていうわけではなくて、これちょっと表現が難しいな。だから、ここでの陰陽は陰陽なんですよ。でも、ここでの陰陽もここでの陰陽なんですよ。だから闇は闇であるんですよね。だから闇の周波数を上げる っていう感じなのかな。ちょっとこれ表現、エネルギー的、もうエネルギー的には分かるんですけど、言語化がちょっと難しくて。だから闇を光に変える。これちょっとでも私がまだちょっと周波数がまだここの領域までにはちょっと至ってないんだと思います。表現としてはこれがアップデートされるみたいな感じなんですよね。だから闇は闇として存在しながらもいい働きをする。だから私結構闇を消化するとか怒りを消化するっていうのを言ってるんですけど、そんな感じなんですよね。だからちょっと闇を光に変えるっていうのもそういう感覚で私は言ってたので、でも、まあ、表現としてちょっとややこしいなって最近思ってきました。なのでこういい表現があったらいいなと思いながら、でまあこんな感じで上がっていきつつ、ちょっとこれからですね、そこの闇、陰と陽の統合っていう、これ以前も情報発信してるんですけど、光は光、闇は闇として、一つのその、それをどっちもいいよねって、光もいいし闇もいいし、ただの性質の一部だよねっていうので捉えるようになった時に統合っていう形が起こるんですよ。でその統合ができた先のその2030年っていうところの映像でも、これはそのちょっと前のそのセッションをさせてもらった方がを私のその部分を思い出させてくれたんですよ。なので、ここの部分をちょっとお話ししたいなと思います。なので、ちょっと連続で、今日は1部、次回は2部、みたいな感じで話していきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。